こんにちは。今回はスパチャをいただいたので、スパチャでこれレディ用のサラダチキン買ってきました。ゆいさん、ありがとうございました。ほら、レディーサラダチキン。ではゆいさんにもらったスパチャで買ったサラダチキン開けてみたいと思います。こんなのです。レイリー、レイリー映ってないけど立ってる、レイリいや、食べないよ。はい、出してあげる。では、開けてみようと思います。出してきてあげるね。サラダチキン、まんまな感じですね。はい、とりあえず試食してみます。あ、鶏肉ね人間用に売ってる、コンビニとかで売ってるサラダチキンよりもとても薄い味ですね。リリ、ほら、サラダチキンだよ。もっと落ち着いて食べよ、リリ。リリ、落ち着いて食べて、一瞬でしょ。あ、すごい食べてる。よかったね。特別なおやつだね。リリ、ゆいさん、ありがとうって言うんだ。こんな、あ、なんか落ちてきた。こんな大きいのおやつあげた。ちょっとむせとるわ、踏ん張りすぎて。どれどれ、はい、りーちゃん、こっち。あ、なんかうまい下手くしょ。だってこんな大きいのあんまりあげんやん、いつも。しかも柔らかいからね、なんかポロポロ落ちる、うん、人間用よりももっちりもっちりじゃなく、ちょっとささみ？美味しいですか、レイリー。食いかすが耳についてるわどっち？こっち？下の方。あ、いい、後でやる。あ、取れたかなすごいがっついてる。レイリー、美味しいか？がっつきすぎでしょ。わあ、よかったね、レイリー。レイリー、美味しかった？美味しかった？レディ、美味しかったか？はい、おしまい。ということで、ゆいさんからもらったスパチャで買ったサラダチキンでした。レディ、美味しかったね。ありがとうございました。以上です。